はい、皆さんこんにちは。今回は岡山県和気郡に、来ております。和気といえば、和気静谷学校、その他和気神社の、藤の花、などなど、有名なのですが、今回ね、この和気に住む、地元の方に、ある場所をねいろいろ、聞いて回りました。その中でも特にね気になった場所を今回、行ってみようと思うのですが、何でも和気駅の周辺に、創業37年ほどのうどん屋さんがあるんですよね。もともとは製麺所でとしてやられてたんですけど、これもね製麺所とうどん屋さん合わせると80年ぐらい、やられてるということで、平成14年に、製麺所の方は辞めたようですね。でここのね、ずっと1代から続くおばあちゃんですかね、もう91歳というお年でまだね頑張って、やられているようです。今日は、ここに行ってみようかなと思います。奥から行結構、ね、太いし、おはい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。すっげえ。
ごい長いです、これは。1メートルぐらいありそうな。またカカオとはまた全然違った感じですね。ちょっと花の色、結構夏場だったら食べやすい感じですね。優しいんで、そんなに何ていうんですかね、弾力がねあるわけじゃないんで、すぐスーッと入っていけるようなね感じなんで。はい、というわけで、お疲れ様でした。今日もね美味しくいただくことができました。ありがとうございます、ね、やっぱりここはねびっくりしましたね。麺がね長いんですよね。長いし太いと喉の奥まで入るのかとかいうふうに思ったりはするんですけど、またこれまたね違うんですよね。普通の讃岐うどんみたいにそのコシがあるわけじゃなくて、なんか食感がすごい柔らかくて、もうそのまんまね喉に通るような感じで、すごい食べやすいんですよね。で特にねこの暑い時期とかはやっぱりそのコシがありすぎると、なんかやっぱりめんどくさいなじゃないですけど、いろいろやっぱあったりするんですよ。もう本当にそうめんみたいにズルズルっとね行きたくなるぐらいな、暑さとかいろいろあるじゃないですか。そういう時に、このうどんとかめっちゃ美味しいと思うんですよね。いいと思うんですよね。はい。でこれがね、天ぷらのセットということで、もう本当にねすごいお得な、内容だということで、ぜひ皆さんもね行ってみてください。はい。で一応その営業時間なんですけど、この麺がなくなり次第、閉まっちゃうということなので、ぜひお早めに行ってみてください。はい、それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。